パワーだま。こんばんは。これもジャル。本当だ。ママだま。花火。ありがとうございます。夜1回です、今日は。こんばんは、どうも。二度目の方、ありがとうございます。今日めっちゃ寝た。めっちゃ寝た。今日いちご、このイベント無料のいちごギフトもあるんで、よかったら投げてくれたら嬉しいです。パワーパワーいちごがイベントのところに出たらもらえるかイベント参加ルームのうち10ルーム回遊で10個、20ルーム回遊でもう10個、30ルーム回遊で30個、もりもりいちごをあげてくれたらいちご200個もらえるのがあるらしい。100キロ完了です。ありがとう、ありがとうございます。無料のいちごもありがとう、いちごギフトありがとうございます。もりもりいちご一緒パワーと思う。ニースケンスさん、100回目の方もありがとうございます。こんばんは、シャケンさん、コメントありがとう。しばらく一応割り行ってきましたが、いってらっしゃい。いつもの方ありがとう。おやすみなさい、バイバイ。おやすみ。いろんなルーム見てもらえば無料のイチゴもらえる。あ、そう、ちょっとヨウさん、100回目の方もありがとう。まあ、どうも。期間中にイチゴ買ってこよう。またりょうさん、100回目の方もありがとうございます。漢字がひらがな。無料イチゴ250ゲット、今から投げるね。ありがとう。まあ、どうも。念願の100回目、ありがとうございます。ありがとう、お花火もありがとうございます。レベルありがとうございます。どう、30ルーム一緒に食べてかけます。またね。またね。誰がイチゴの人かわかんない。イベントページ開けば、イベントページのオンライブってところから回っていけばいいんじゃない。ちゃんさん、100回目の方もありがとうございます。ありがとう。イチゴ狩りイベント参加してるルーム 30? ぴったりじゃん。30ルームで何個もらえる、これ全部プラスってこと、50個もらえるってこと。30ルームなの全部で。
でももっといるよ多分。今配信中が初めの方ありがとう。56円までだった。ありがとうございます。250投げてありがとう。無料のいちごありがとうございます、うん、ミニいちごか、ミニいちごありがとう。でもあればか、あ、そういうこと。こんばんは、どうもールームとイベントページを出入りしないとならなくて大変だ。こんばんは。イベント他の人も出てるので敵になります。うわこんばんは。あ、ゾムの方ありがとう。あの足さえ時間に上がりするのがポイント。あ、確かに。二度目の方ありがとう。ゾムの方ワンワンとも、うん、今日は12時までやる予定です。2時間半。水持ってくるの忘れちゃった。どうした、ありがとう。はい、寄ってきました。おい、そんな見てないよ。SS の方もいるね。強そう、強そう。今年も作法のことだけさんが、さんがじゃない、あ、中山の方もありがとうございます。ありがとうございます。あ、フロマンさん、いちご、いちごくまだね、くまいちご、くまいちご、くまいちご、ありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。どうもの方、ありがとう。どうも。
まいちごじゃない、ごまいちごって書いてあったと思うけど、にちご、もりもりちご、ごまいちご。こんばんは、2度目の方ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、どうも。36位まで上がった、ありがとう。いつもの方ありがとう、どうも。こんばんは。にいちごもたくさん、うん、はじめまして、はじめまして、はじめまして、違う。どうの方ありがとう。イベントのあのカタログギフト届いた、それを持ってくる、ちょっとお水とそのギフト持ってくる、カタログギフト、初物の方ありがとう、こんばんは、ちょっと待ってて、お水持ってくる、あ、ちょっと、にも許可タムズ367人、ありがとうございます、ちょっとお水持ってきますね、待ってて、よいしょ、ただま、よいしょ、ただいま、さあ、上がりに来る人が乾きよかったんですよ、というか確かにね、こんなルーム全体的になんか、ね、なんかさ、ちょっと黄色だよね、この子着てる服がこの色だから、青色、水色だからかな、分かんないけど、だから黄色いんだよね、なんでか分かんない、黒着たら、あとこれです、カタログギフト、ホワイトバランスってなんか自動にしてるね、自分に、あ、ここがちょっと自動解除した。
ございます。初見さんコメントありがとう、ありがとうございます。こんばんは。ゲート今日、あ、そう、今日続いた。お、31やった、ありがとうございます。2度目の方ありがとう。いつもの方もありがとう。こんばんは。こちら、こんばんは。これ開けちゃおう。こんばんは、初見さんコメントありがとう、ありがとうございます。いつもの方ありがとう。ここにまとめ、いちご狩りに来ました。いつもいるじゃん。ダメな方、ゴミは止めてた。くれた。じゃん。ダロギュッと、この前のカラオケイベントでも。どこイベントで一緒かな。多分一緒。え、ちょっと違うか。あ、ちょっと違うかも。初詣の方、二度目の方ありがとう。夜ご飯とかも代わり入浴ご飯来るの、あと食べ物系もいろいろある。何しよう、あと雑貨、食器とかも、食器とか横もある、いろいろ選べるやつとか、いろいろある。いろいろある。こんばんは。どう、え、何しようかな。ある。食器なの、食器なのはないんじゃない？
なさそう。1台15ルーム視聴終わってまたね。ありがとうね、いっぱい。ありがとうございます。食べ物にしよう、食べ物にする。ゴミ箱うちないんだよね。なんかもういいか、ないからさ。いろいろあるぞ。あ、ちょっと好きなの。そうだから声に直接入れて、そうなんだよ、ゴミ箱ないから。買った方がいいの分かってるけど、メモ。あ、から食べ物がまたグル。おいしそう、お腹空いちゃう、こんなの見たら。前のさ、旅行イベントのやつも、これまだ頼んでないんだよね。旅行イベントはね、ご飯、なんかご飯にしようと思ってます。グルメの、ご飯屋さん。ご飯屋さん。お疲れ様です、お疲れ様。まや。いくらあるかな、なさそう。お肉はある、ここはある、いくらはなさそう。明太子はあるけどね。これはなさそうだ。これはないかも。薄い。ないや、いくら。カニもないんじゃない。そこまで。ない。いつもの方、二度目の方、うん、また選んだ子。ありがとうね、みんな。前のカラオケイベント、リップ薄いみたい。まあまあとも。僕にできることさん、100回目の方もありがとうございます。よかった。もう368人、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ママだもん。台本で込むのが前のイベントのまだ変えよう、変えたよ。意気込みってあれでしょ、ウェルカムコメント変えてるよ。
合ってるはず。うん、27位言ったって。ありがとう。ありがとうございます。夏物の方ありがとう。ルーム入ったか分からなかった。サンジュルーム。ゾムの方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。できたら追記する。今日はエアコンつけちゃう。寝込み出したら勝った。なんかミニイチゴギフト欄に入ってるの。ありがとうございます。ありがとう。まあまあでもゾムの方2度目の方ありがとう。10年もね、内訳あれは上から順に行くのがポイントかな。上から順に行くのがポイント。なんか歌うかな。こんばんは。でしょ。するとパソコン落ちそうで怖い。確かにそれ怖いな。落ちちゃったらダメだからな。なんか歌うかな。まあまあとも。まあ、2度目の方ありがとう。ルマさんの応援のおかげで本日合計70ルームの視聴完了しました。ありがとういっぱい。ありがとうございます。何を歌おうかな。ミニチモもさ、ギフト欄とか出ればいいのに、なんでか、最初の方出てたのにな。なんか出なくなっちゃった。でもみんなやっぱありがとうね。ありがとうございます。こんばんは、とも。
2度目の方ありがとう。こんばんは。お、ランクアップ出るようになった。26位。ありがとう、ありがとうございます。今日帰ったらむず。369人、ありがとう、ありがとうございます。いつもの方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。フルーツスノーにする？フルーツスノーママフルーツスノーよ。のような化粧をそのまま召し上がれ。こんばんは、初見さんコメントありがとう、ありがとうございます。誰もいない線路脇の公園、二人きりで柵に座り空を見てた。ちっとも寒くはなくて、黙ったままでも大好きなあなたとなら、真冬の夜でもいつまでもこうしてたい。バナナにキウイ、チェリー、オレンジにマスカット、グレープフルーツ、ストロベリー、メロン、フルーツスノー、風にふわふわは雪が果実のように見えてくる。デザートアラカルト。こんばんは、初見さんコメントありがとう、ありがとうございます。こんばんは。落葉樹の枝の上に積もった二人だけの甘い時が過ぎてゆくよ。ちょっぴり大人になって、傘ささなくても目の前にあなたがいて、優しくされたらもう少し夢見てたい。バナナにキウイ、チェリー、オレンジにマスカット、グレープフルーツ、ストロベリー、メロン、フルーツスノー、雪が空から降ってくる、果実のような化粧がなんだか美味しそう。こんばんは、どうも。ケイシーさん、もりもりいちご、ありがとうございます。アップルピーチ、レモン、パパイヤにパイナップル、スイカにマンゴー、ココナッツ、ライチ、フルーツスノー、あれは何かに似てるかな。愛はいつでも二重にしか見えない、その形。こんばんは、初めの方ありがとう、二度目の方もありがとうございます。うん、花火ありがとう。
とうございます。ブーツスのいちご入ってた、ちゃんとストロベリーパチパチ、ありがとうありがとうございます。うん、まあまあもう、こんばんは。ママ、いつもの方ありがとう。花火もありがとうございます。13達成？レベル13達成、ありがとうございます。22もありがとうございます。上がってる。ありがとうな。みんなありがとう。こんばんは、どうも。やっほー。うん。うん。こんばんは。嬉しい。カメラ戻ってる？戻った？確かになんか戻ったかも。なんでああなってたんだろうな、よくわかんないよ色っぽくなってた。ママだま、さっき言ったかさ、ん15位になる、撃てない撃てないよ。みんなギフトもありがとう、ありがとうございます。初詣の方ありがとう。ミニイチゴとかもありがとうございます。ありがとうね。イチゴの夜ね。違うね。夏場の方ありがとう。十ってことはアボカド、出るかな？アボカドじゃねえし。アボカドじゃねえしさ。アボカドか。アボカドじゃねえしね。アボカド。いつもの方ありがとう、こんばんは。どうも。なぎちゃんが YouTube で映ってたの？意外。いつもの方ありがとう。誰かな？なんかやっぱ画面黄色くない？あ、なんかこうやって思う。うん。ん？ホワイトバランスだ、自動にしてるからさ、黄色くなったり、いつも通りぐらいに戻ったり。よくわかんないや。初訪問の方、二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。じゃあかな。いちごバナナアンポン。チェリーオレンジめっちゃ焦った。キウイピーチアボカド、目と目が合って、ピンオガナギターだよ、恋が始まるって。じゃあよくわかるんだよねこれ。今までとはどこか違うよ、胸がキュンキュンする。あ、ないだけど私はダメ、可愛くないし、周りの女の子に負けてる、悔しいよ。ああいちごバナナアップ、甘い香りがする、メロンチェリーオレンジ、ちょっキスしたらそこに紛れてる、私はアボカド、アボカドじゃねえし、アボカドだし、バナナアップ、しょうがないまま、メロンチェリーオレンジ、友達待てて、わかる、ああ何も問題、私それ以上近づきたいよ、もっと
がない。そのね、カモンね。冷た、わかんない。絶対あなた諦めないよ。恋心、いちごバナナアーボー。見た目かわいいよね。メロンチェリーオレンジ。ちょっと好きを痛くな。そこに紛れてる。私はアボカド。アボカドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアボ。メロンチェリーオレンジ。いつもの方に頑張る方、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。いちごバナナアーボー、甘い香りがする。メロンチェリーオレンジ、ちょっとキスな。そこに紛れてる。私はアボカド。アボカドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアーボー、見た目かわいいよね。メロンチェリーオレンジ、ちょっと付き合いたくな。そこに紛れてる。私はアボカド。アボカドじゃねえし、アボカドだし。いちごバナナアーボー。メロンチェリーオレンジ、いちごバナナアーボー。キウイ、ピーチ、アボカド。ペラクチタ、ありがとう。ありがとう。あつもの方、ありがとうございます。うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。こんばんは、どうも。どうも、やっほー。こんばんは。こんばんは。あ、ジャムの方、ありがとう。どうも。うん。うん。あ、ジャムの方、ありがとう。どうも。え、違う、バナナ。うん、うん。音符とかもありがとうございます。ありがとう。いつもの方、ありがとう。こんばんは。もう、こんばんは。もう5万ポイント。花火上がった？いつの間にか。ベル13達成、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。やっほー。まあまあ、よいしょ。こんばんは、こんばんは。こんばんは。まん。あ、ジョムの方、ありがとう。こんばんは。あいね、やっぱ、いちごイベントだから。ギフトに無料いちごだけなくて、手書くいちごも欲しいね。人にも、あ、ギフト欄、スペシャルギフトのところだよね。え、なんかさ、最初は表示されてたの、いちご。配信の最初の方。なんか消えた。でもありがとうございます、無料いちごも。ギフトランキングあるからね。ありがとうございます。
ちは今ないんだろう。うん、18位まで上がってる。ありがとうございます。ありがとね。マリモリチゴとかそんなくないわ。マリモリチゴは、今26位だ。ありがとう。クマイチゴは、30位とかかな。ただ1個の人が30位だから。30位ですね。ありがとうございます。あ、どうもの方ありがとう。こんばんは。初見さんコメントありがとうございます。こんばんは。参加者多いね。あのいちごイベント嬉しいね。初詣の方多いからこのイベント出てたらこんばんは。だわあほう、こんばんは。だまん、こんばんは。やっほー。うん、ヤスさん、もりもりいちごありがとうございますありがとう、もりもりいちご。ソロマンさん、クマいちご2つありがとうございます。ありがとう、ニコもありがとうね。クマいちごありがとう。こっち順位上がるんじゃない。実は12位かな。めっちゃ上がるじゃん。ありがとうございます。ありがとうね。ちごイベント参加者多いね、うん、これで12位だと思う。もういちご、ありがとうありがとうございます1位の方4冠なの。強すぎすごいな。すごすごいすごすぎる。ツアーマンの方ありがとう。お、花火も上がってる。レベル14達成ありがとうございます。ありがとう。6万ポイントありがとうございます。嬉しい。ありがとうね。多分上位も上がるかな。多分ありがとうございます。僕の音歌おうかな。いつもの方ありがとう。こんばんは。元 HKT の方もいちごいっぱい参加して、あ、そうなの。元 HKT の方もいるんだ。一緒のこと、何歌おうかな次。初めまして。違うでしょ違うでしょ。ぐーのね、どこかへ連れてって、ブリキの馬に乗って、二人で切ない涙が出ちゃう。弱虫だね、あなたのこと思うたびに、月の夜は
しめて格納王子様お願い、おもちゃのダイヤモンドキラキラ輝くまで見つめて、遠くにいても待ち続けるあなたのキス届く日まで、星の光照らすハートのラビリンス、グーのねあのねそれでね胸が締め付けられてもなぜかとても幸せなの恋をファンタジー、グーのねあのねそれでね魔女に薬飲まされてカエルやブタになったってあなた諦めない素敵なグーのね、2グーのね、3グーのね、4グーのね、完璧グーのね。ヘイヘイヘイ、グーグーグー、ヘイヘイヘイ。グーのね出ないくらいに魔法かけられたみたい。ずっと夢から覚めないの、恋は独り言。グーの寝てないくらいにコテンパンに好きなんです、どんな呪文を唱えたら伝わるのでしょう、グーの寝あれやこれやで熱くなっているみたい、あなた以外は見えないの恋はブラインド、グーの寝あれやこれやでめちゃくちゃに好きなんです、いつかあなたに言わせたい参りましたなんてお返しグーのね、ゾーマの方2度目の方ありがとう、ありがとうございます、ハワイありがとう、シャケンさんコメントありがとうございますありがとう、グーのね持ってねぜありがとう、ありがとうございます、グーのね決まった決まったありがとう、パチパチありがとうございます、ありがとうありがとう、いつもの方ありがとう、ありがとうございます、配信何時まで、配信12時までの予定です、2時までです、お、めっちゃ上がった順位16位だって、嬉しいありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、16位、ありがとう、やった2度目の方ありがとう、ありがとうございます、みんなありがとう、パチパチ会えたね、キラボシもたくさんありがとう、30ルーム以上見てきたけど無料1号もらえない、無料の1号もらえない、うん、嘘なんでだ、このイベントに参加してるルームを見たらもらえるってこと、このルーム30秒以上見たらもらえるし、30買ってきたありがとうね、ありがとうございます、いつもの方2度目の方ありがとう、そう一応言えばにこのイベントに参加してる方のルームを30秒以上見たらもらえる、このイベントに参加してないとダメなんですよ、難しい難しい
まあまあ。うん、りょうさん、もりもりいちご、ありがとうございます。ありがとう。ね。あ、違うルーム見てた。だからだ。二度目の方、ありがとう。メット参加してる配信者さんのルーム、入居を大事と入らないとき。そうだよね。名前さ、出ちゃうもんね。発音もんとか、二度目とか。勇気を出して。ちょっと間違えてほらな。やばい。やばい。こんばんは。バトニーさんももりもりいちごありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。誰がいちごイベントに参加してるのかわからない。ルームページ開いて、オンライブってところ、ルームページ開いて、私が出てるイベントの、いちごイベントのページ開いて、オンライブってところを押して、そっから回っていったらいいんじゃないかな、多分。でしたら、ここにいる人はみんな、イベント出てる方々なんで。うん。でしたら、いいはず。あ、ルームで爪そぐすと気まずい気まずい。ルームの方、ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。どうも。イベントベースのオンライブまた配信中です。そうそう。他の子に投げればわけ。投げなくても大丈夫。30秒見るだけでいい。です。30秒見たら。回遊するだから。30秒以上の視聴が必要になるから。このイベント参加してる方々のところを見て、30秒以上見て、お花火、ありがとう。レベル15達成、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。二度目の方、ありがとう。誰見たのかわからなく。さっき言ってたのは誰かも。上から順に見ていくのがポイントって言ってた。クロマンさんかな、誰か言ってた。二度目の方ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。こんばんは。修行。修行。ジグザグに見、ジグザグに相手の相手のジグザグ。こんばんは、どうも。二度目の方もありがとうございます。ありがとう。何がいたかな？何がいいかな？何十両もね。ミッション良すぎ、受験のルームがどこかわからない。ミッションの一応割りページから入って、一応ページから入って、ミッションのカウントが進んだのを確認すると。あ、ミッションのところは表示されてるのか。こんばんは、どうも。うん。ソフトクリーム？やっぱありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。何を歌おうかな。こんばんは、とも。二度目の方ありがとう。こんばんは。何しようかな。こんばんは、とも。何歌おう？他のルーム初詣で見てきたと思ったら二度目でびっくりした。びっくりした。うん。ほんと13になった。ありがとうございます。ありがとう。ランクアップ。やったー。
ありがとう。ありがとうね。嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。どうも。ハートでもポイントになるの。ハートでも、どのギフトでも総合のポイントには入る。でも、これギフトランキングがあって、このイベント。ミニイチゴのギフトランキング、もりもりイチゴのギフトランキング、くまいちごのギフトランキング。あるんですよ。ギフトランキングが。3つあって。だから、その、いちごのギフト、いちご狩りギフトを投げてくれると、この、ギフトランキングの方にも反映されるよってこと。はじめまして、初見さんコメントありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。自分の言うてもありがとう。何乗、あ、そうだ、13位だから何乗入った。お疲れ様です。お疲れ様。2度目の方、初音の方ありがとう。はじめまして、初見さんコメントありがとう。もりもりいちご1個でミニいちご200、あ、そう、もらえました。なのでよかったら。帰ったからハートで勘弁してください。ありがとうね。あ、ちょもの方ありがとう。こんばんは。まあ、2度目の方もありがとうございます。たまーん、みんなミニイチゴもありがとうございます。ありがとうね。ミニイチゴ今ないから、もうミニイチゴ7位まで来てる。やったやったー、ありがとう。ミニイチゴ7位。ありがとうございます。もりもりの値引きしてないです。もりもりイチゴ。500ゴールって高いよね。あ、トモの方ありがとう。ありがとう。なんか歌おうかな。何しようかな。何しよう。頭の方ありがとう。こんばんは。あ、ファーストラブ？ラブです。どこかな？ちょっと待って。アイヒーフ。あったあった。ファーストラブにする？じゃあちょっとネッシーをついてこなきゃいけない。あ、マラモリもいいね。次マラモリにしようか。ネッシー、あ、ガチャガチャ。お豆さん、もりもりいちごありがとうございます。ありがとう。あつまの方、2度目の方ありがとう。ありがとうございます。ファーストラブ歌おう。お服と一緒の色。初めて出会って懐かしい気がした。あなたを前から
知ってるみたいに、恋の入り口ドアが開いた、風に運ばれる。生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡、ときめいて憧れて、この胸のどこか切なかった。生まれた日からずっとずっと夢を見ていた未来、感情はいつだって今までの記憶。ありがとう。目と目が合ったら新しい世界へ、知らない街角旅するみたいに、時が止まって過去も未来も今も「これから先もきっと変わることなく続く」「キュンとして恋焦がれ、永遠の意味を知るのでしょ」「これから先もきっと忘れられない事件」「初めてはいつだって」ドキドキの目次いさか空、石の声かわいい。いつもの方ありがとう、ありがとうございます。生まれた日からずっと待ち続けてた奇跡、ときめいて憧れて、この胸のどこか切なかった。生まれた日からずっとずっと夢を見ていた未来、感情はいつだって今までの記憶。これから先もきっと変わることなく続く、キュンとして恋焦がれ、永遠の意味を知るのでしょ。これから先もきっと忘れられない事件、初めてはいつだってドキドキの幕次。投げたをありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。ミニチゴたくさんありがとう。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。ありがとうございました、ありがとう。あつぼの方ありがとう。今日はそう、ネシーと一緒の色を着てる服。ネシーと一緒。あ、許可たまず370人ありがとうございます、ありがとう。ね、いつもの方もありがとう。一緒の色、ネシーと。よいしょ、ネシーが帰ったな。終わり、出番終わり。スペゲスネシスペシャルゲスト、メンボスター5個当たってるんだけど、ありがとうね、ありがとうございます。喉いい感じね。
まあ、のど飴食べてない。のど飴、あ、びっくりした。1個なくなってると思った。落ちてた。まだ昨日1個しか食べてない。2度目の方、ゾムの方、ありがとう。まだやっぱ。地道みたい。お、順位も11位まで上がってる。ありがとうございます。ありがとうだう。ありがとう。レベル16達成もありがとうございます。みんなありがとう。おまま食べる頃噛む。いや、噛んでないよ。舐めてます、ちゃんと。こんばんは、どうも。いつもの方ありがとう。どうも。のど飴。もうすぐベスト10。確かに。ありがとうね、みんないっぱい。いちごもたくさんありがとうございます。このイベントはレベル高い。でも1位の方めっちゃポイント高くない？前回のカラオケイベント一緒だった方もいる。この方、よくイベント被る。前回も、今、4連続ぐらいで被ってるんじゃない？被りがち。気が合うのかもしれない。手数が多い方。そうそう。あの、前回のカラオケイベント1位の方。あと、カラオケイベント総合2位？ギフトランキングどっちも1位。ありがとうございました。ありがとう。今日見たらさ、総合ポイント193万ポイントとかになっちゃった。ありがとうございます。そんないっぱい。ありがとうね。ありがとうございます。友達になれるかも。なれるかな？あ、ケーシーさん。熊いちごだっけこれ。熊いちごタワー、ありがとうございます。ありがとう。熊。ありがとう。ありがとうね。熊いちごタワー。今日もちょっとさ、今日もちょっと買うの焦ってて。今日もちょっとキキララのやつで。二度目の方ありがとう。よいしょ。同じ。なれるかな、いちの方。あのカラオケイベント前回違った。いちごくま、くまいちご。今日は5月20日。もう20日？早いね。そろそろお父さんの誕生日だ。いいし。くま、いちご。もう一応買わせたの。まだ買ってない。明日こそは買ってこう。もう一ちゃん、ブルッツルしてないかな。大丈夫か。いちごかけるかな、私。いちごってどんなんだっけ。じゃあ、見に書いとこう。あ、いちご。絵文字いっぱい。ありがとう。ケイシーさん、くまいちごタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。いちご。いちごっぽい。ピントが合う。いちご。見えるか、いちごに。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。
ありがとうございます。クマイチゴたくさん。ありがとう。いちごっぽい何か。いちごっぽい何かはいちごだよ。いちごって言ってよ。いちごっぽい何かはいちごだ。それは。ありがとうございます。初おもの方、二度目の方、ありがとう。あわーん。お、7になった？あ、ほんとだ。ありがとう。11万ポイントも？ 11 万ポイント達成だから、レベル 18 達成？ありがとうございます。ありがとうね。いっぱいありがとう。色がいちごっぽい。そう、いちごにしたんだよ。ピンクにした、ちゃんと。こんばんは。たまーん。キケララ視聴者、キケララだけの視聴激しいの。なんかないのよ。なんもさ、書いてないさ。メモ帳が。買ってこなきゃない。変えてくるよ、ちゃんと。いつもの方ありがとう。たまーん。こんばんは。ネンボスターもありがとう。ありがとうございます。あわー、おいしい。もう7位まで。ありがとうございます。クマイチゴも上がったんじゃない？ランキング。まだあれか。まだ出てないか。おいしい。結構上がったんじゃない？順位4位までいけるかも。あ、そんなに？めっちゃ上がるじゃん。嬉しい。もりもりいちごじゃない、ミニいちご。ミニいちごも5位だ。めっちゃ上がってる。みんなありがとうね。ありがとうございます。もりもりいちごはもりもりいちごは16位。ありがとうね。この T シャツ何色っていうの？これ？なんか、これ何色だろう？ここに刺されてる。これは、何色だ？青？水色？ちょっとくすんだ、くすみブルーみたいな色。自由かユニクロにありそう、この色。これはね、X ガール。後ろ、結局みたいな。これ X って。見えないけど。いちごの品種何が好き？何が好きだろう？あんまわかんないんだよね。二度目の方ありがとう。ハローもありがとうございます。ありがとうね。ママ。ベリーズって言うと、ベリーズ？ベリーズ初めて聞く。甘おいしいね。おいしい。いちご食べたい。うん。アンデブラ初めて褒めて。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。やっぱさ、アバター出したやつ、審査通ってた。審査通過しました。半夜待ちですね。今。わかった。半夜待ち。当ててんだから。早ければ明日とかに反映されるかな？早ければ。うん。アバター2個出して。2個とも通ってた。被害者のアバターもすぐ、あれ、書いてもらってるっすよね。まだね、なんか来てなくてよくわかんない。いつできるか。待ってるとこです、今。
やばった楽しみ。今多分書いてもらってるところ、写真とかも出して書いてもらってる。モータでかなり有名で、オックスの海赤井先生がフォローし、フォローじゃない、やだ、PR してる。あ、そうなの？知らなかった。あんま野球詳しくなくてわかんない。アバター、そう、出る。じゃまた書いとく。え、2個しかまだ出してないから、あと何個出してるんだっけ。アバター1個は取っとかないといけないから、あのイベントでさ獲得した、書いてもらえるやつ用に1,2,3,4。 あ、カラオケイベントのその増えてるから、あと4個かけるんだ。なんか書いとく。書いときますね。一回ぶち切れてみたら、早くアバター作ってみやだよ、やだ、そんなことしないです、しないです。お、花火レベル19達成、ありがとうございます。ありがとう。アバター券使い切ってたら、お願いした、アバター。アバター券使い切ってたら、まあ、どっかのイベントで30万ポイント達成して、アバター券もらうしかない。アトムの方ありがとう。話したことない AKB メンバーっていう。いるのはいるんじゃない？全員とはなさそう。二度目の方ありがとう。ありがとうございます。わ、だまん。アバターいつできるの？その書いてもらってるやつ。いや、わかんないんだよね。日にち決まってないから。いつ、いつ出来上がるのかわかんない。5月の頭ぐらいに送ってね。どのぐらいでってできるもんなんだろう、わかんないんだよね。今その連絡待ちって感じ。2度目の方ありがとう。残り10ルームで疲れを癒さないみたい。頑張れ、残り10ルーム頑張れ。天使のブランケット当たったのホワイトデーだったよね。あの、そう、来ないんだよねブランケット。なんでか。こんばんは、初見さん、コメントありがとう。ありがとうございます。こんばんは。お団子の時に聞いたら、なんか4月の20日までに発送かされるって来たんだけど、来ないんだよね。もう一回来た方がいいかな。2度目の方ありがとう。頑張りま頑張りま。どっちどっちどっち。こんばんは、どうも。もう11時じゃん、早っ。そんな時間経ったの。アナさんがブランケット持ち逃げちゃう。逃げられちゃった逃げられちゃったよ。来ないです。2度目の方ありがとう。ありがとう。バイスを要求する、怖すぎ。アショルマーバーとさ、来てたね、お知らせに。見た？お知らせのところに、2024のやつ。なんか、いろいろ書いてあったな。このページ開いてもなんか出ないんだけど、なんでなんだろう。ショールームアワード。ホームのとこへの書いてた。特設サイト。なんか、ランキングページのリニューアル、これいつリニューアルされるんだろう、わかんないけど、なんかショーステラっていうのが始まるらしくて、活動ジャンル別にマンスリーランキング上位3人だけが獲得できるショーステラっていうのが新しくできるらしくて、そのなんだっけね、なんだっけ、ショーステラ、6月順次、
リリース予定、6月って書いてあった。ラストジャンル前に、年間を通してランキングトップのライバーは、画像ジャンル最高の栄誉であるブラックステラっていうのを、もらえるらしい。ブラックステラもらえると、ショールームアワード出れるらしいよ。2024っていうのを。ショールームアワード2024で表彰されますって書いてある。だから、まずはここを目指すってことなのかな？多分。私はね、画像ジャンル、タレントで一応したはず。タレント。頑張ろう。6月から始まるらしい、これは。この、ショーステラっていうのをいっぱい集めたらいいみたいな。だから、毎月トップ3以内に入ってたら、多分、この、ショールームアワードいけるのかな？多分。あ、トップだから、1にならなきゃいけないな。トップ。ステラ。ラッパーちゃんか、ラッパーなんてないもん。ラッパーないよ。ない。ママ。お知らせに来てと。キラハクこんばんは。ありがとう。キラボシッパーありがとうございます。ブラックステラって名前あるかね。悪い？ブラックステラ。なんかかっこいいじゃん。ブラック。かっこいいよ。なんかここに、ここのさ、ページのところに書いてあるんだけど。この、ホームってところから行けるはず。上にバナーがあって。ブラックステラ、かっこいいよ。6月から始まるみたいだから、から頑張る。なんか中二っぽい。ぽい。だからパンの方が競争率ってさ、ないもん、そんな。そうだ、ない。2度目の方ありがとう。こんばんは、どうも。こんばんは。会ったら迷わずラッパーなのに。いや、知らんよ、会っても。違うもんだって。ぽいじゃないです。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。初音門の方、二度目の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。どうも。ショールームアワードね。選ばれるように頑張ります。こっちでよく配信してるからブラックステラください。確かにこれないかな。こんばんは。今日の T シャツ生誕って言うといらない。あ、確かに見てるかも。シャツ誰の T シャツ。うん、黒も持ってるんだよね。2着ある。色違いが。黒も可愛い。今日はこっちの色でした。なんとなく。初音門の方、二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。水色ではない、何か。この色？なんかさ、でもくすみ系だよね。くすみブルーみたいな感じじゃない？違うかな？違う。くすみ系の色。中が黒いのでブラックストラ。ごめんなさい。腹黒って言ったのか。違うよ。こんばんは。初見さんコメントありがとう。こんばんは。ん？セルリアンブルー。セルリアンブルー？そんなおしゃれな。いろんな名前知らない。二度目の方ありがとう。ブラックスター手に入れるな。ラップのレパートリー増やさないと。ラップ聞きたい？練習するよ。ブラックステラもらえるならそれで。よくない。くすみたむ。それなんかちょっとやだな。やだ。足がくすんでるみたいじゃん。なんかちょっとやだ。お、気づいた。6になってた。ありがとうございます。出てた？順位のやつ。順位落としてた。ありがとうございます。出たって言ったらなぜ水色じゃん。水色なかったんだよね。なんか、濃い色しかなくって。だから青にした。もうちょっと薄いかと思ってた。
青でも、なんか実物見たらめっちゃ濃くってびっくりした。水色なかった。その選べる色があるんだけど、 T シャツの色は水色なくって。初物の方ありがとう。こんばんは。コメントもありがとうございます。初見さんありがとう。こんばんは。モニモニイチゴとクマイチゴどっちが欲しいの？どっちのがランキング的にあれ上がりやすいのか。クマイチゴの方が上がりやすいのかな。でもモリモリイチゴも両方嬉しいよ。両方嬉しいです。好きな方投げてくれたら嬉しいです。でもモリモリイチゴだったら、あれがもらえる、ミニイチゴがもらえます。配信何時まで？配信12時までの予定です。ね、めっちゃ濃だったよね、生誕地びっくりした。なんか見てこんな濃いのって思った。そんなにさ、そこまで濃いと思ってた。よくデカデカで表示されてた。あ、私の方表示されてなかった。全然見えなかった。あら。初音の方ありがとう。ありがとうございます。二度目の方もありがとう。ありがとうね。マリモ、あ、マリモリイチゴ1個でミニイチゴ200。そう、そうもらえるんで、よかったらマリモリイチゴ、モリモリイチゴ、ギフト特典もいいからな。なんか好きなもの選べる系なの、これは。この中から好きなもの、みたいな。ランキング入れるように頑張ろう。っていう人はイベントに参加してる。ルームしかもらえ、そう、そうなんですよ。うん、ヤマケンさん、モリモリイチゴタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとう、いっぱい。めちゃくちゃもりもりだ。いちご帽子。あ、そう、いちご帽子もある。ちょっと、あれ。まあまあ。順位に応じてさ、選べるものがさ、変わってくるからさ。それ次第だな。入るかわかんないけど。もりもり。ミニいちご4位のショールームパーカーとか絶対いらない？そんなこと言うなよ。着るよ、もらったら。そんなこと言うなよ。ゆけんさん、コメントありがとう。ラブ。ね。二度目の方、ゾウの方。ありがとうございます。5月20日。ヤマケンさん。ヤマケンさん。もりもりいちご。もりもりの、もり、もりもりの1位の方。もりもりの1位の方。あ、ね、さっきびっくりした。もりもりいちご。ありがとう。ありがとうございます。ヤマケンさん、以上。もりもりいちごタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。いっぱいいちごありがとう。嬉しい。ありがとうございます。ミニいちごもみんなありがとう。初音の方ありがとう。いちご帽子お出かけの時かぶってない。絶対に。絶対嫌だよ、お出かけの時は。配信のネタにって書いてあったし。変な人じゃん、お出かけ、外でかぶってたら。どうのこと？初見です、ラブ。好きじゃないよ。じゃないよ。痛い子。変な汗っていうの。こちらこそいつもありがとう。ありがとうね。初音の方ありがとう。ホットクリームもありがとうございます。いちご帽子&ショールームパーカーで練り歩き、やばすぎ。お、順位、お、5位だ。ありがとう。
ありがとうございます。ありがとうね、すごい。初音部の方、二度目の方、ありがとう。おー、痛い人。やだやだありがとうございます。トップ5突入。ありがとう。ありがとうね。いちごといえばアマリンって知ってる？埼玉のいちご。アマリン？アマリン知らない。いちごの品種ね、あんま詳しくない。わかんないや。いちご。めっちゃ有名なやつしか知らないかも。うん、初見さんハートありがとうございます。ありがとう。はじめまして。コメントもありがとうね。はじめまして。こんばんは。こんばん。どうも、こんばんは。おいしい、もう15万ポイント。うん、許可たまず、371人、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。白いの食べたことある、1個1000円くらいする。白い、でも食べたことある気がする。なんかね、前にさ、コンサートの差し入れとかで、白いイチゴあった気がする。1個1000円くらいするかわかんないけど、なんか白いイチゴ。値段わかんないけど。めっちゃ美味しかったよ。カタムズめっちゃ増えてるわ。嬉しい。ありがとう。2度目の方、初音の方もありがとう。ありがとうございます。ね。なんか歌おうかなぁ。こんばんは、どうも。何しよう。大分のイチゴ狩りは佐賀本の子が。あ、佐賀本の子も知ってる。なんかね、大分でまあイチゴ狩り行ったよ。イチゴ狩り一回しか行ったことない、その大分で。何食べたか覚えてないんだよね、でもなんか。いろいろあって。いろんな品種。何食べた？大分にイチゴ農家あるある。だってイチゴ狩り行ったもん。家族で。行った。こんばんは、たまん。ザモンの方、二度目の方、ありがとう。ありがとうございます。ストロベリーハートファクトリー終わっちゃった。5月いっぱいだったかな。でもちょっと行かない気がするわ。行こうと思ってたけどさ。行かない気がするわ。何歌おうかな。ジグミーファイブとかにしようかな。とちおとめ、あ、とちおとめ有名だね。とちおとめはわかる。そのぐらい有名なやつだったら。わかる。私でも。自分が言ってもお値段分食べれない。どんぐらい食べたかな。でもその時は、もういちご食べたくないなっていうぐらい食べた。もうちょっといちご、痛いらないなっていうぐらい食べた。あ、つまの方に食べなかった。どう？家族で行ってんだけどさ、あの、練乳持参して、行った。チョコソースと練乳持参。お父さんは仕事だったから来れなかったんだけど、5人で行って、家族。練乳1個丸々使い切ったはず。めっちゃ使った。みんな練乳好きだからさ、いっぱい使って。どうもの方ありがとう。Give me five 歌おうかな。二度目の方もありがとうございます。うん。ジンミーファン。練乳持参、そう。買ったらさ、買ったらさ。カロネさん、100回目の方もありがとうございます。ありがとう。わかるかな？エビメロがあんまわかんない。桜の歌が街に流れ、あっという間だった別れの校舎の壁のそあすみ、みんなでこっそり寄せ書きした。制服はもう脱ぐんだ、春の風に吹かれながら、どんな花もやがては散って
れる明日を信じよう。そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。友よ、それぞれの道進むだけだ。さよならを言うな。またすぐに会える。だから今はハイタッチしよう。ズームの方、2度目の方、ありがとうございます。ありがとう。音符もいっぱいありがとう。こんばんは。こんばんは。何枚写真を撮ってみても大事だったものは残せない。わかんない。あいつとなぜか肩を組んでた。まだ誰も帰らなくて教室が狭く見えるよ。名残惜しい時間の先に僕らの未来がある。チャ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 。涙こらえるより生まれてから一番泣いてみよう。そう、辛いことはまだまだある。慣れておこうぜ。涙ぐしゃぐしゃの顔見せ合ったら何を話せるね。一生の親友だ。忘れるなよ。ハイタッチしよう。どうもの方、ありがとう。みんなのファンレベルがどんどんね、ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとうね。ありがとうございます。流れ星もたくさんありがとう。友よ、思い出より輝いてる明日を信じよう。そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。友よ、巡り会えて最高だった。青春の日々にまだ言えなかった。ありがとう。ハイタッチで。ジャムの方、ありがとうございます。エパウン、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。パチパチ、ありがとう。ジャムの方、2度目の方、ありがとう。ありがとうございます。うん、流れ星とか音符もたくさんありがとう。ね、うん、ありがとうございます。パチパチ、ありがとう。ね、よいしょ。ズームの方、ありがとう。どうも。うん、まさひろさん、もりもりいちご、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ミニいちご、ありがとう。うん。喉だいぶ回復されてるって話した。回復した。今日めっちゃ寝たからかな。今日めっちゃ寝た。10時間ぐらい寝た気がする。10時間以上寝てるから。いっぱい寝た。ありがとうございました。
わーん。何度目の方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。バッテリー切れで、出遅れで、充電できた？早すぎってこと？え、大丈夫。ほら。何度目買ったか。1個しか食べてないけど。天使の休息？あともの方ありがとう。こんばんは。YouTube 昼がないから寝だめするのよ、最低。そう。だから、めっちゃ寝てた、昼も。昼寝もした、しっかり。いっぱい寝ました。ひょうかちゃん10時間は ?10 時間睡眠は普通。でも最近そんな寝てなくって、10時間も寝てなかった。久しぶりに、いっぱい寝ました。ありがとう、月曜日。ありがとうございます、月曜日。明日からちゃんと、またお昼配信する予定です。月曜日はね、お昼やってもさ、お昼さ、イベント期間中じゃないからさ、なんか、そう、その分、ポイントがもったいないから、披露してます。だからまた、お昼配信、トイレ配信、2回か3回、またすると思う。最近は9時間が、違う、そんな、9時間ほぼ10時間じゃん。違う違う。もうちょっと少なかった。昨日あんま寝てなかったんだよね。4時間ぐらいしか寝てなくて。めっちゃ眠くてさ、いっぱい寝た。いっぱい寝ました。ミニイチゴも3600個。ありがとう、みんな。モリモリイチゴも結構増えたんじゃない？もうモリモリイチゴ4位だ。一気に。32個で。ありがとうございます。嬉しい。クマイチゴ。あ、クマイチゴも5位。めっちゃ上がってるぞ。めっちゃ上がってるよ。ありがとう。あれあれ、憂鬱な月曜日。お昼配信ないから。明日からはさ、やるからね。配信してないときは寝てる。基本寝てますね。配信のために寝てます。あ、いつもの方に、2度目の方に。そう。もうタムが信じられない。お昼配信するから。マリマリイチゴ粒がでかい。確かに。大きいね。イチゴ食べたら。またアバター書いとこう。何書くかな。あとさ、あと5個も、5個だっけ？めっちゃ書けるんだよね、アバター。いっぱいあるから。あと5個ぐらい確か書ける。アバター管理。1、2、3。ん？ 1、2、3。もう、4個だ、4個、4個、4個書けるから。あ、いちごアバターみたいなの書いとく？ありかも。確かに。イベント期間中にみんなが作れるように早めに。いつもの方ありがとう。あり何回何がいちごアバター？よくない？いちご狩りの季節そろそろ終わりそう。確かに。でもあり、結局いちご狩りその前に、数年前に家族と一回行ったやつしか行ったことない。家族と一回だけ。俺が行ったことないうち終わる。いちご狩りのさ、なんかってさ、蜂がいるじゃん。その、いちご育てるために仕方ないんだけどさ、蜂にみんなビビりながらさ、いちご取ってた記憶ある。あ、襲ってこないけどさ。怖いじゃん、蜂。いつもの方に挑めなかったと、こんばんは。めんどに間に合わなそう。早く書けば間に合う。早く書けば。最終日とかに。早く書こう。どうもの方、二度目の方ありがとう。こんばんは。ゆうとくんだって思えば大丈夫。8人言うて。いやいや。ゆうとくん、どうだったらいいんだけど、違うからな。じゃあ悪くない？そう、ミツバチは大事だから。一応育てるために。どう？普通に怖いじゃん、いたら。
めていちごさんね。いちご好きだよ、普通に。私好き。パパタムと一緒にストロベリーファクトリー。来るかな、お父さん。絶対そういうの来ないから。こんばんは。ヘイト君食い取れるから怖い。え、見てよ、それ、そのやつ。映像。超面白かった。ヘイト君。いちご説は見てないんだけど。だってね。もう、あやとくんがもう、油絵で浮いてるけど、その、えいとくんがいると、首取って移動してた。めっちゃ面白い。いつもの方ありがとう。あやとくん食い取れたのに、リアタイしてた。えいとくん、やばいよ、首取れちゃったら。はじめまして、初見のコメントありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。わっ。あれ終わるな。私でも、直接その場にはいなかったんだけどさ。見た。映像。めっちゃ面白かったな。こんばんは、どうも。遊びに来たよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。うん。ロコちゃんも首取れます。私は首取れない。私首取れたらやばいっしょ。やばいよ。もう首取れた。やばすぎ。お、許可タムズ372人。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。じゃあ増えてる。400人まで、あと20、28人。今月まだもうちょいあるから。じゃあ2週間ぐらいあるじゃん、今月。嬉しいね。500人はいけそう。貝かな。えとくんが食い取れたら。貝かもしれないね。あ、ゾウの方ありがとう。ニシの首を取ろうとしても上がってる。ニシの首取ろうなんてしてないよ。してないです。順調に増えてますね、曲たぶん。な、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。なんか歌おうかな。もうちょっとでさ、4位になりそうだ。あと116ポイントだって。ありがとう、みんないっぱい。ありがとうございます。4位になった、今。ありがとう。ありがとうございます。やったー。いいスタートなんじゃない ?1 日目。やばいぞ。あ、ゾウの方ありがとう。おじゃまじょにする?おじゃまじょカーニバル?あ、ゾウの方ありがとうございます。4位、ありがとう。ありがとうね。ちょっとさ、その前にお便り行ってきていい?待ってて。お気味を。古澤さんの曲歌える?いや、歌えない気がする。聞いたことあるけど。聞いてくるよ、また。あ、初見です。初見さんコメントありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ちょっとお便り行ってきます。お気味を。はい。かな、待ってて、行ってきます。
ただいま。ただいま。ただいま。お姫動いた？そんなわけない。なわけない。ただいま。あつおもの方ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。うん。こんばんは。いつもの方ありがとう。よいしょ。こんばんは、とも。こんばんは、やっほー。どうも。2度目の方ありがとう。こんばんは、初見さんコメントありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ゆきこずっといるじゃん。2度目の方もありがとうございます。ママじゃあ魔女歌うか。あつおもの方2度目の方ありがとう。うん、どうもじゃあ魔女。髪が割れてる。行きましょう。ドッキリドッキリドンドン、不思議な力が湧いたらドーン、しよう。びっくりびっくりビンビン、なんだかとっても素敵ないでしょ。きっと毎日が日曜日、高校の中に遊園地、嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見ても書いてないけど、子猫に聞いてもそっぽ向くけど、でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピリララ、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさん、うるさいなんてね、かさぐ大噴火、お空に響けピリカピリララ、飛んで走って回っちゃえ。テストで3点笑顔満点、ドキドキワクワクは年中めく。どうもの方ありがとう。ありがとうございます。パパママ先生うまい、ありがとう。かいこと素敵な笑顔ありがとう。あくちゃん嘘ありがとう。キンキラキンキラリンリン、流れ星をつかめたらどうしよう。バッチリバッチリバンバン、願い事が叶うよね、いいでしょ。きっと毎日が誕生日、歯医者さんはずっと休み、痛い注射は柔らかいマシュマロにしちゃえ。そんなの無理さ、君は笑うだけ。子犬に聞いても尻尾振るだけ。でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピリララ、ふざけて騒いで踊っちゃえ。パパママ先生ガミガミおじさん、寝なさいなんてね、雷落っこちた、
お空に響けピリカピリララ、じゃれて走って遊んじゃえ。ジュースで乾杯、おかりやっぱい、元気がてんこ盛りなジャムくん。大きな声でピリカピリララ、あしゃいで騒いで歌っちゃえ。パパママ先生、神々おじさん、うるさいなんてね、火山が大噴火。お空に響けピリカピリララ、飛んで走って回っちゃえ。テストで3点、笑顔満点、ドキドキワクワクはねジュムキュー、ずっとずっとねジュムキュー。ありがとう。ありがとうございます。お邪魔状カーニバル。あ、そうの方ありがとう。流れ星もたくさんありがとうございます。ありがとう。うるみパチパチありがとう。ありがとうね。こんばんは。どうも、二度目の方ありがとう。ありがとう。持ち歌はさすがに歌えてる。持ち歌なの？持ち歌認定。お。あ、そうの方ありがとう。こんばんは。こんばんは、どうも。やほん。こんばんは。流れ星何を願うんだろう。耐える私。耐える。一人？何が？一人？あ、ザボの方ありがとう。こんばんは。どうも。二度目の方、ありがとうございます。流れ星は使えましたか？これ使うものなの？このギフト。使えないよ。あ、ザボの方、二度目の方。あ、こんばんは。どうも。どうもどうも。やっほー。こんばんは。こんばんは。みんな言うとありがとうな。ミニイチゴもたくさんありがとうございます。ありがとう。以上とかも。まあ、何個だ ?3988 個。4000個近くも。たくさんありがとう。ありがとうございます。あの、ゆうともね、たくさんありがとう。いつもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。たまん。早い時間が。もう。23時半神そこまでって神々おじさん使ってしまった。神々おじさん、神々おじさんか。こんばんは。どうも。こんばんは。二度目の方ありがとう。どうも。ママ、と。にし、もう16万ポイントいってるわ。ありがとうございます。ギュートの星どうやって集めるの？レインボースターじゃない。ん？レインボースターじゃない方。あ、なんか色ついてるあの星？あれってどうやって集めるの？わかんない。初音の方ありがとう。こんばんは、しけんさん、コメントありがとうございます。ありがとう。誰か分かる方、ギフトのあの星の詰め方。広告？あれか。あ、広告か。広告見て抽選するやつ。広告見て抽選だって。ガチャで引けるらしいです。広告を見る。CM？ 見たら怪しい。抽選だって。こんばんは、どうもーん。二度目の方、ありがとう。長い CM。 あ、そんな長いのあれ。見るともらえる。1日6回。だって、ありがとうね、教えてくれて。今のが詳しいから。うん、いつもの方ありがとう。こんばんは。どうもー。いいよ。どうもー。
30秒のやつあるの。ちょっと長いかもね。わーん、嬉しい、もう用意なの。ありがとうね。嬉しいだと5秒で終わるのがいい。あ、そうなの。じゃあパソコン持ってる方パソコンの方がいい。パソコンの方ありがとう。こんばんは。まあ、どうもパソコンの方、2度目の方ありがとうございます。僕の抽選その日のうちにやらないと消滅する。あ、じゃあ、じゃあ絶対その日のうちにやらないと。二度目の方ありがとう。ありがとうございます。すべてのミッショントムの配信前に済ますのだ。空いてる時間とかにしたら確かにちょうどいいかも。パソコンもスマホも持ってない人はどうすれば。パソコンどっちか持ってるでしょ。どうやって配信見てんの。持ってるでしょ。CM の30秒長く感じ、確かに CM の30秒長く感じるかも。キラボシもありがとうね、みんな。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今の配信始まりいちごルームかける29本申してきました。すごい、ありがとうね。こんばんは、しけんさんコメントありがとう。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。やっほー。僕の抽選は小クールと100クールとか 0.5。 あ、じゃあ、なんかよかったらもらえるってことそれ。あ、ゾーンの方ありがとう。ありがとうございます。5位の方も配信してる？なんか急に騒がしてもっと。あ、あれか、5位に変わったのか、順位が。そういうことか。ジュールーム巡回が限界だった。えな、たくさんありがとうね。今が配信始める5分前くらいに寝落ちしてました。切れたの？すごい。あ、どうなった？ありがとう。あともう2曲ぐらい歌えるかな。何歌おう、何歌おう。今日レインボースター5個あった。レインボースター5個も多分すごいな。ふふ、あ、ゾウの方、2度目の方ありがとう。1位の方飛ばしてるよ。もうすごいよ、1位の方4回じゃない今。だってさ、全部のギフトランキング1位な気がする。更新してみよう。多分全部のギフトランキング1位よ。すごい。すごいよ。見てきました。教えてくれてありがとう。初戦しといてね。聞いちゃうらしいんだよ。レンボースターかける 0.5%。 あ、めっちゃレアじゃん。そんなことある。回の位置が出た。二度目の方ありがとう。ロマンティックあげる。ロマンティック、歌えなくも。いちご三昧だったい。二度目の方、ゾーンの方ありがとう。あ、永遠率とかにする。何するか。ゾーンの方ありがとう。え、いえいより、うん、トムの方ありがとう。水のとこ、トムの方、2度目の方ありがとうございます。初見です。初見さんコメントありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。
繰り返す毎日にうんざりしてた。あの頃常に新しい刺激求めてさまよい歩いた。どんな夢もいつだってこの手にできる。自信に満ちた思いが僕のすべてだったけれど、人の波に流れ流され生きてゆくたびに、数えきれないほどの生き様に出会い、自分なりの幸せの意味作り上げてゆく。そしてやっとたどり着いた夢物語より大切なこと、ありふれた毎日が今の僕の宝物さ。穏やかに流れてゆく日々が幸せのすべてだよずっとずっとこのまま永遠より続くように流れ星に願いを込めるよ。いつまでも流れゆくまま。この曲大変だ。初の方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。どんな人も気持ちは一つじゃなくて、絡み合ういくつもの思い変わる変わり続ける。今現在感じるこの気持ちさえ、明日になれば微妙に揺れ動き始めてるかもね。だけどきっと大切なのは今のこの気持ち。自分自身積み重ね続けたこの時、この想いが明日へ繋ぐ日々のバネになる。だから今が全てなのさ、永遠の一瞬気持ちだよ。ありふれた毎日が今の僕の全てなのさ。何気なく流れてゆく日々が最高のプレゼント。この気持ちもいつの日かかき消されてしまうけれど、紛れもなくああ感じてる今日この頃さ歌えないや今日。初物の方ありがとう。お、許可たむず373人ありがとうございます。ありがとうありがとう。歌えないけどいっぱい歌わなきゃだ。ありふれた毎日が今の僕の宝物さ。穏やかに流れてゆく日々が幸せのすべてだよ。もうずっとずっとこのままが永遠より続くように流れ星に願いを込めるよ。いつまでも流れゆくまま。受験です。受験さんコメントありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。初物の方、2度目の方ありがとう。ありがとうございます。パチパチありがとう。原理主権さんコメントありがとうね。読めてなかった。女優と初物の主権さん、そうたくさん来てくれる、嬉しい。2度目の方こんばんは。白コップと腕の神も見慣れた顔け。赤ちゃんのルームも強いね。昨日イベント終わったばっかりな、そうなんですよ。昨日イベント終わったばっかりなのに、みんなありがとうね。ありがとうございます。パチパチありがとう。ありがとうございます。どういたしまして。いちご、いちご、何？いちごの文字。ハマってるの？それに、いちご絵文字にハマってる？2度目の方ありがとう。いいえ、どっち？一
ちごイベントだからつけてるだけ。こちらにかい。あ、5位だ。強いな。カラオケイベント1位の方だよね、前回。強い。昨日のイベント1位の方は、今4位になったね。お腹空いてきた。同じかね。2度目の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。いちご団子って、いちご団子はない。今冷蔵庫に入ってるな。あの、あずきの団子。こんばんは、たまーん。いちごタイプもないよ。ないよ。お風呂買ってこないと。お風呂、今から？コンビニ行くしかないじゃん。さん。あずまの方ありがとう。あずき大福。大福？大福のちょっと。団子ね。二度目の方もありがとうございます。今日は松屋のあれ食べた。ネギ。うま辛ネギ玉みたいなやつ。ネギ玉。松屋のそれが最近好きでハマってる。松屋はさ、クオカードペイ使えるからさ、いつもクオカードペイで買ってる。みんなのおかげです。ありがとうね。松屋。美味しいよね。今度チーズ食べようって思ってる今。そう、ハマってる最近、そのネギ玉のやつに。温玉より生卵。あ、生卵派の人？私、温玉派なんだよ。温玉の方が好き。賢い。クオカードペイです。松屋行ってます。ありがとうね。みんなありがとう。みんなに買ってもらってるみたいなもん。松屋。ウーバーしてる。ウーバーじゃない。お店に買いに行った。今の食生活を支える気分なんです。あ、チキンカレーも美味しいの？カレー食べたことないな、松屋の。松屋は、そのネギ玉のやつと、あと、なんか、お肉のやつ。牛カルビみたいな。なんだっけ、松屋のメニュー。まあ、つーや。ね、どんってやつか。ネギ塩、ネギ塩のやつ。牛焼肉のかな？豚カルビか、どっちか忘れたけど。これ。これ。これなんか、酸っぱい系だった。ネギ塩。酸っぱい。レモンって感じだった。私、これ、ネギ玉の方が好きやった。どんなやつ見たらさ、温玉かかってる。温玉かかってる。乗ってるのいっぱいある。今度、こっち行こうかな。いつもさ、ネギ玉行っちゃうんだよね。牛飯。ネギたっぷり、旨辛ネギ玉飯。これ。いつもこれ。めっちゃネギかかってる。これめっちゃ美味しい。これ大好き。いつもこれにしちゃうからな。あとは食べたことあるな。ハンバーグのやつ。定食かな。ハンバーグの。ブラウンソース、エッグハンバーグの方。卵付きの方。はい。今度じゃあカレーにしてみようかな。あれ食べてみるわ。もちろん最近のネギのやつにハマってさ、そればっか食べてたけど。じゃあうちカレー行こうかな。じゃあマッサマンカレーもよかった。マッサマンカレーうまい。ジェスの方あっという間に2位に。すごすぎ。ほんとだ。強っ。すごいな。トムの方ありがとう。
そろ最後の曲歌おうかな。逃げ玉餃子の篠谷と月夜が好き。篠谷じゃあ篠谷か月夜かどっちかの逃げ玉食べたことある。そっちはあれだよね、生卵だよね。生卵派だもんね。白いたら食べたくなってきた。食べなよ。食べなよ。アトムの方ありがとう。最後の歌の時間ですよ。じゃあちょっとラスト、いつものあの歌を歌いたいと思います。おろしポン酢は食べたことないの。いつもネギのやつ、ネギたっぷりのやつ。ネギ玉、初物の方ありがとう。よし。チートを消して、アラートを持って、ケンケンケンって、明らか持って、反則、異次元、コロナもんではないです。無理けそれ着てない。ライバル口を揃えて、ライバル口を揃えて、バグで、バグで、認めなぜって、マジで、これをもう全部ダービーで。イサミ、イサミ、やいやいやいや、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に相手のガッパーくれてくるらしい。赤いキーハードルビリハッピー、明らかにダントピカイチ、相変わらずダッピーしてる毎日。だれの何の日かりもいらないもの、アイスより愛し。俺パッと見できないいことばかりだけどビリハッピー、呆れてる呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則できた地自分ならに任せとけばいい。教科書にないもんだしないちょっぱったらまじない。鏡よ鏡答えちゃって、アンダーベースト、イェーイ。ナナミのままギャルとこまで。トゥーザイチバンベン。ナシンギンブインバンバンブインバンバンブインバンバンボン。ブインバンバンブインバンバンブインバンバンボン。ブインバンバンブインバンバンブインバンバンボン。トゥーザイチバンベン。エイデイ、俺のもといるだけで直結。エイデイ、誰も口を挟めない。エイデイ、俺のもでいるだけで直結。エイデイ、誰も口を挟ませない。いやいや、学歴もない、前科もない余裕で。この存在自体が文化財の脳みそ。高級車は買える、免許はない愛車。全国各地売らす一品、このベロがブリンブリン。バイトならまたん、関西なまり、飲みのこたま。音楽幸運種類の女神、小山さんまたまま。漫画みたいなか、新たままで流行ってしまってる漫画。圧倒的力、この頭と口から。この体、タトゥーは入ってない。この面に傷をついてない。繰り返し、やかすくためしいか。いかついね、匂い刻むしんは。ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン。俺はまでブリンして、バンして、バンするために一本してきた日本。鏡よ鏡答えちゃって。なんだベスト、イェーイ。ななみのままギャルとこまんで。トゥーザイチボンベ。なしぎブインバンバンブインバンバンブインバンバンボン。ブインバンバンブインバンバンブインバンバンボン。ブインバンバンブインバンバンブインバンバンボン。トゥーザイチボンベ。エイデン、俺の目でいるだけで直結。エイデン、誰も口を挟めない。エイデン、俺の目でいるだけで直結。エイデン、誰も口を挟ませない。ありがとう。ありがとうございました。はじめまして、初見さんコメントありがとう。ありがとうございます。パチパチ、ありがとう。タムラップ、今夜もめっちゃいい感じ？これもいい感じ？よかった。あ、頭の方、二度目の方、ありがとう。皆さん、今日、なんて言うのこれ。ナチュラルラッピー少女が、なぜかラップで締めるためで、タイムの突入。ラップ締めだから、これで終わるの。かまわん。ケンさんもびっくり。ものは、これで終わる。ちょっと。あら、6位だ。あら。また明日頑張りましょう。6位だ。強いよ、みんな。強いよ。また明日かな。なんちゃらの一緒に読めなかった。初見です。ラップができるんでですね。これから押します。初見じゃないだろ。いつもの方ありがとう。こんばんは。声の人2位による。声の人2位による。どういうこと？どういうこと？さっき5位の方ってこと？そうね、もう2位。
また明日かな。私はまた明日頑張りましょう。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。ちょっと3位から読みますね。毎日初見です。よかっただよ。二度目の方ありがとう。どうもの方もありがとう。13位からランキングを読みます。13位、日野にゃんまるさん、ありがとうございます。12位、けんせいまきしさん、ありがとうございます。11位、あるさん、ありがとうございます。10位、バトニーさん、ありがとうございます。9位、カザとマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。8位、まさひろさん、ありがとうございます。7位、おまめさん、ありがとうございます。6位、りょうさん、ありがとうございます。5位、ティーさん、ありがとうございます。もういい、パパともお誕生日おめでとうございます。今日お父さん誕生日だ、21。ありがとうございます。ありがとう。多分21か25かも、いつも迷うんだよね、わかんなくなる。どっちかがお母さんのお兄ちゃんの誕生日で、どっちかがお父さんの、ごちゃごちゃになっちゃう。次3位だよね。3位、フロマンさん、ありがとうございます。2位、ヤマケンさん、ありがとうございます。そして1位がキッシーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございました。今日もありがとう。あとかわいそう、わかんなくなるの。これヤスさんだよね、ポパタム。クマイチゴタワー、ありがとうございます。ヤスさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。のピザレベル22達成から、ありがとうございます。やった、ありがとう。ラスさん、ありがとう。お父さんの誕生日だからってこと。年齢はワートに、いやね、両親の年齢知らないな、私わかんない、何歳なんだろう。5月21だ。もしくはおじいさま、お誕生日おめでとうございます。じゃあ今日、お父さんかな、今日携帯見なきゃ分かんない。分かんない、分かんない。なんかさ、近いからさ、二人。クマイチゴタワー、ありがとうございます。ありがとう、クマイチゴたくさん、ありがとう、ありがとう。イチゴに見えるから、イチゴありがとうございます。見えないかも。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと上達するはず、これからこのイベント期間で。みんな、ちごのギュートたくさんありがとうございました。また今週もよろしくお願いします。23だったら3位になるんじゃない、クマイチゴランキング。あ、また花火上がった、レベル22まで達成してるの、ありがとうございます。ありがとうね。今日もありがとうございました。ダメの方、どうもありがとう。もうレベル23も達成した。すごい。20万ポイント達成？わあ。わあ、ありがとうございます。
ありがとう。また明日の配信はお昼と夜する予定です。夜ちょっと2回か1回かまだ決めてないけど、できそうだったら2回しようかな。また3回配信できそうだったらちょっと待ってます。昼はする予定なんで、ぜひよければまた見に来てください。もしかしてランキングも、全体のランキングも3位になったの？4万ポイント達成ってこと？3位かも。ありがとう。ありがとうございます。いつもの方ありがとう。終わりたいと思います。また明日の配信で。また明日。ありがとうございました。またね。おやすみなさい。でした。バイバーイ。